はい、どうもこんにちは、ジです。ということで、めちゃめちゃ久々の動画になっちゃったんですけど、ちょっと今ね、いろいろ準備してて、あの元プロ野球選手とのコラボアイテムとかグッズもね、作りたいなと思ってて、なんかこうふざけてみたいの作ろうかなと思ってて、まあそういうのちょっと今ね準備してます。はい、まあそんな感じです。はい、で今日は加藤投手使っていこうかなと思うんですが、エキサイティング第1弾ですね。制球がね90に乗るとかもうそうなんですけど、ツーシームもめちゃめちゃ強化されてて、なんか段階的に強化されてるんですよね今回。なんでめちゃめちゃ強くなってます。じゃあ能力の比較からいきますか。エキサイティングなんでプラス1と、能力がなんで、まあ、全体的に強化されてると。で球種と適性なんですが、中継ぎ適性が B から E に落ちてると。でツーシームが E から D に強化されています。ギア体だったらスライダーと高速スライダー、まあ、特に超高速なんかね、この2つの組み合わせめちゃめちゃ強いんですけど、まあ、プラスツーシームフォークも使えると。まあ純正だったらこの組み合わせだったらまあ強い方かなってところで、まあ、先発中継ぎ両方でまあどっちかで使えるっていうのもまあいいポイントかなと思います。そんで特殊能力が超コントロール、キレ、熱気と、ちょっとこれ調べてきてねえわ。すいません、調べてきました。まずですね、全発動だとミートがマイナス16のパワーがマイナス9の、で熱気で球威がプラス1と、熱気単体だとミートがマイナス3のパワーがマイナス9で球威がプラス1の振り分けになってます。結構これ強いですかね。あの発動条件が1個もないんで、まあ、いつでも全発動できるって考えたら、まあそういう部分では強いですかね。でオーダーなんですけど、これねどうしようかなと思ってて、有原さんを先発から抑えに下げました。まだねそんなスピ解放してないんですけど、抑えがいいでできるんですよ。でもね、球速で考えたら加藤投手のツーシームって140キロで有原投手と10キロ差もあるんですよ。全体的に球速も速くて超タイピンチを持ってるっていうのが魅力的なんですけど、加藤投手はちょっと球速が劣るんですけど、まあツーシームフォークのスライダー、高速スライダーっていうね、この横変化が結構僕的には魅力的なんですよ。個人的には結構好きなんで、ちょっとね先発で使ってみようかなと思ってるんですけど、もし打たれるようであれば有原投手を先発に持ってきます。なんでその場合は秋吉投手を抑えに持ってきて、有原さんを先発の加藤投手が中継ぎ、これもこれでね全然悪くないかなと思うんですけど、まあ実際に使ってみて決めようかなと思ってます。あともう10回ぐらいね話してる気がするんですけど、今日僕の動画初めて見る方もいると思うんで、この古いシリーズを使ってる理由をちょっと説明しようと思います。まずは気になるのは宮西投手ですかね。この古いシリーズ使ってる理由は、スクリューの変化量が一つだけ大きいんで、古いシリーズを使ってます。上沢投手も同じ理由で、スライダーの変化量が一つだけ高いんでこのシリーズを使ってます。あとツーシーム F と E は個人的にはまあどっちも変わんないかなと思ってます。で伊藤大海投手ですかね。これは先発中継ぎ抑え全部できるんで、このシリーズを残してずっと使ってます。そのうちスピ解放はまあちゃんとやろうかなと思ってるんですけどね。これはツーシーム C のタイピンチ持ちとかですかね、ちーちゃんは。まあそんな感じですね。で野手は変わらずこんな感じです。さて、ちょっと変化量を見てもいいですかね。僕まだ見てなくて、サークルチェンジ、フォーク、2、スローカーブ。ツーシーム、そうだ、調べてねえけど、ツーシーム E、F、D で変化量上がってるよね、これね。忘れてた。比較するの忘れてた。まあ大丈夫か。で、高速スライダー。あれ、こんな変化量少ないっけ？だいぶ違うな。こんなんだったっけ。なんかあんまりね普段使わないから覚えてなかったんだけど、結構違いますね。端っこからだとちょっとずらして入れるとか、ここだったらこの線ぐらいでいいのか、もしくはちょっとずらして投げるとか。2高速スライダーが、あー、オッケーオッケー。じゃあちょっと称号やってからランク戦いきますか。今回ね一発勝負なんすよ。 A ランク全然いなかった。あ、やばい、3枚しかない。松永さんやっちゃいますか。あのね動画多分作んないと思うんで、まあ請求上げか。古すぎるこれ。2018年私立。いやーちょっとマジで忙しくてね動画作れなかったんで、マジ作んないんですけど、称号だけやっちゃいます。はい、今日はどうなるだろうね。あー、上がんないね。極みの A ランクとかさ、これなんか昔動画作った記憶あるわ。多分3、4年ぐらい前じゃないかな。オッケー、粘りの投球。まあ強心臓でいいんじゃないか。もちろんねリアタイでも使う予定ではいるんすけど、まあ1巡2巡目とかかな。中継ぎのこれは迷う。リアタイだったら絶対こっちの方がいいけど、大した絶対変わんないから強心臓でいきます。あー、まあ同値とかね B 同値あってくれたら嬉しかったですけど、もう A ランクねパンパンだから、もう使っちゃっていいんすよね全然。うん、使っちゃおう使っちゃおう。もう500枚以上あるからさ、マックスが。えっ、まあ残しといてもしゃあないわな、これは。特殊能力もつけてる。偉いな。まあ行きましょう。ちなみにね、立山さんもしっかりと当ててるんですけど、あ、特殊能力だけかな、つけてんの。9自慢。オッケーオッケー。まあまあ、いいんじゃないですかね。さあ、じゃあ行きますか。一発勝負なんですけど、狙うのは星4のミスターコントロール、制球プラス3か、星3の、精密機械プラス3ですかね。まあ、星2もあるんだけど、ここはマックスで行こうかなと思うんで、その2つどっちか、お願いします。お願い、マジで決まってほしい。
星4。ああガチで称号運やばい、最近エグすぎる。あー嬉しい、これは神動画でしょ。うわやばい、決まる、普通決まんないでしょこれ、一発勝負だったら外してしゃあないしゃあないっていうパターンかなと思ってた。決まったー、うわーす、うわマジか、うわ決まった、すごくないこれマジで。ちょっとこれはもう皆さんいいね押しといてください、動画の高評価お願いします。だーもう絶対無理だと思ってたわこれは、本当に決まるか、いやちょっとうわーわーすげえ。しかもさ、なんかまあ全然意味ないけど球威スタミナもね同じ数字だからちょっと気持ちいいしね。よしじゃあいくか、大抜き投手、これ純正じゃね、久々乗り当たりだわ、どうだろう、きたー交流戦だ、交流戦ファイターズ今1、え待って待って、なんで1番に清宮選手なんだ、これ合ってるっけ、忘れたわマジで、スプリットね、スライダーツーシーム、斜めのツーシームね、交流戦1位なめんじゃねえ、やばい、おボール、なんか最近さ2試合で2試合じゃねえ、やばい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 、2打席連続最近多くない、マンチューに大谷選手に、ゴースケに岡本選手とかさ、すごいよね、早い、練習してくれよかった、全然やばい、なんかボールの見え方、ボール入ってる、ちょっと待ってやばいかも、まあまあいいか、加藤投手で抑えればなんとかなるよ、やばいボールだ、あー危ねえ、もう選球がやっぱ時間空くとダメなんだなこれ、やばいわやばいもう待って、まあいいわ、いきますか、うわ制球90、すごいわこれは、いやさっき変化量見ときて言って、見ときといて、ちょっと見きと、見と、じゃあダメだ、見といてよかったです、はい、わかんない、もういや気持ちいいな、熱気も結構強いし、能力の下げ幅えぐくない、22?28 とかだった今これね、下にギリギリ入んないぐらいが結構強いかも、ナイス、まあ配球はこんなもんかね、なんかなんつうの、特段すごいことはないっす、うんナイスナイス、これが超高速だともっと横変化を使っていくような配球になるんですけど、あーまあツーシームフォークはね打たれるからあんま使わなくてもいいかもしんない、見てスピリッツ4726、強くねえかこれマジで、4700乗る時代なんだよな、全部1000の上でしょ今のところ、いいわ投げやすい、やっべやべ、あれはフォーク見せてから投げるべきだった、最悪だ負けちゃう、スライダーはちょっとずらして、やばいベスピじゃない、外だぞ、怖え、ナイス、プーさん来たね、プーさん今やばいよね、成績めっちゃいいよな、ゲッツない、3回表もあるってことでしょベスピ、こういう配球もねありかなと思う、まあフォーク1回見せとくか、なんかツーシーム投げたいからせっかくだし、オッケー、抑えた、ちょっと強制すっか、もう大体あんな感じよ、あれスタミナないじゃん、1週間ぶりのリアタイはきついよこれはひでー、あー強制する気満々だったらいいな、あーオッケー、ツーシームどう使おうかなって感じなんだよな、ゲッター、危ねー、ここで交代してくるのか、スピリッツは圧倒的だよ、押し出し即サヨナラ、怖いですよね、いやーちょっと待って、まあ2試合目頑張るわ、ひどすぎる試合をしたわこれは、あー最悪だ、さあまた先行でしたね、エスコン来るかなと思ったんだけど全然甲子園でした、2試合目はさすがに打ちたいよね、おおセンターか、今の引っ張ってったらさ、アーティストの清宮さんだったらホームランだったんじゃないの、3番西川さんか、ちょっと3番西川さんは違和感があるな、おっどうだ、ナーイス、今日も西川さんはちょっと覚醒すんのかね、お一気に回った2点目、2打席連続のホームラン狙うわ、ちょっとこれ昨日だったっけ打ったの、おいもうできんかった、急に真ん中投げんなよ、てかさ ER ついてたからさ、これ VIP さんの動画見てるじゃんお相手の方、アマストくるねこれは、わかんない、未だに VIP さんがアマスト使ってるかどうかは、うえーやべー
まあこんなもんよ。そうよ、試合こなしたら打てちゃうんだよね。あ、あーやばい本当に打っちゃったちょっと待ってよ、これ今日、いやどうしよう、言い訳になっちゃうな。今日ね、夜予定があってさ、スタミナ回復する時間がちょっとまずいんだけど、いやでもな、いや無理だよな、どうしよう。あ、落ちるんだね。どうしようかな。いや打っちまえ打っちまえ、もういいわ。あーホームランじゃない、危ない。いやどうする、これ4試合も結構時間かかったよ。今多分30分以上時間かかってるからさ、スタミナ回復で。さあまず1球目、打てるのは嬉しいんだけどね、動画だとなんかね。さあ3球目は何か、うわー打つー、あーしかも8点入ったごめんなさい、ルームでいいですか。いいですかね、ちょっとツイッターで募集してくるわ、加藤投手で打者目線見よう。次、そうそうそう、純正の型だ、ありがてえ。これはしかもさ、今日さ加藤投手先発じゃねこれ。あ、そうだ、この試合は4700は超えないと。はいはい、ちょっと横変化でつけていきますか、緩急というか。 OK ナイス、全出しきたー、やべえで、これぐらいから曲げると、ベスキーナイス。いいねいいね、球速が何とも言えねえなこれな。140キロで139、そしてさっきのスライダーと同じとこから高速スライダー、ナイス。イメージは高梨投手です。はい、そんな感じです。ナイス、誘っていこう。ここもこれぐらい、もうちょっと近くてもいいのかな。ああま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 あ、あー落ちない、すごいな。スピリッツは大体同じぐらいと。おお、裏書いてきたね。スライダー、高速スライダーに気をつけましょう。スライダー、ナイス。あ、深いとこにいたな。で、広角が出たと。見に行きたい。称号は火の玉ボールか。なるほどね。おお、こんな感じか。意外とさ、打者目線だったらあんま分かんなくない。うん、これが超高速で強いゆえんですよ。意外といい感じでしょ、使い分けができるかなっていう感じです。ウェイかっこいい。 S コンでガッツがホームラン打っちゃったじゃあ西川さんのホームランも見てえわ。本当はね、翔さんとかさ、西川さんとか秋吉さんとか S コンで見たかったわ。スライダー意外と曲がってきますね。これだ、ナイス。大谷選手も見たかったわ、 S コンで。いやみんなね、北海道来なよマジで。 S コンすんげえ楽しいから、開放感あって、なんかね、公園にいるみたいなんだよ、芝生の匂いが。入ってるか。気をつけたいですね。ああ、通信結構曲がるね。有原投手よりやっぱりなんかいいような気がするな、これは。みんなどうさ、みんなの評価的には。うえー、見れたホームラン、最高すぎる。洋さんのホームランも見てえな、全員見てえわ。ああ、全員見てえ、全員見てえから全員でホームラン打つわ。ボール。ツーシームがさ、右に曲がって高速スライダーが左に曲がるから、まあなんかそこの使い分けというか、なんというか。どうだろう、これツーシームを主体にする投手なんかな。あれしっかりとシフトが効いてましたね。Sコンで翔さんが打席に立ってる。あれ、交流戦今年はどっちなんだろう、巨人は。でもさ、いつも車で行くんだけどさ、Sコンに、あの駐車場が先に埋まっちゃうんだよね。それが嫌でさ、あんまりなんか電車とか乗って行きたくねえなって思っちゃうから、それが本当嫌だ。改善してほしい。そもそもさ、駐車場が少ねえんだよ、あれ。もっとさ、倍ぐらいにすりゃいいのにね。そんな、個人的にはなんかね、フォークあんまり使わなくなっちゃったかもな。千賀さんぐらいかもしんねえわ、使うの。そんで、広角はないから、ここと。ここはね、流すのかどうするのか、選球眼も難しいし、プラス流しても詰まるっていうね、こともあるんで、強いっす。危ない。そう、流してもね、あんな感じで切れてくんよ。だから引っ張らないといけないコースで流したらダメってやつですね。 OK、 どうですかね、この感じは。有原投手と加藤投手、どっちが強いかというか、どっちが投げやすいか、みんなの意見もね、聞いてみたいんで、ぜひコメントお願いいたします。ということで、今年は皆さん S コンに遊びに来てください。 G でした、お疲れ様でした。